皆さんこんにちは、ゾノさんです。この動画を見ていただきありがとうございます。この動画を見ている皆さんは、撮影方法を知りたいとか、編集方法を知りたい、あとはですね、アイデアの生み出す方法が知りたいとかですね、そういった方が多いのではないかなというふうに思ってます。前半部分は大きく3つ分かれてまして、まず1つ目として、動画制作に必要な知識と基本的なスキルをお伝えしています。2つ目は準備編として、普段なぜ私が iPhone で撮影しているのか、そして iPhone の設定や僕が使用している編集アプリや編集ソフトについて紹介しています。編集はすべてパソコンの編集ソフト Final Cut を使って編集しています。編集アプリは無料のアプリ CapCut についてお話しています。 CapCut での編集方法も今動画で一緒に解説していきたいと思います。そして3つ目、撮影編では基本的なトランジションの紹介や小物を使った撮影方法を紹介しています。後半部分は今まで作ったコンテンツを参考に実際に撮影から編集のすべてをですねお見せしていますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。そして最後になるんですけれども、私がアイデアの作り方やこうストーリーの大切さを伝えるだけではなくて、ショートムービーを作る際のポイントをお話して、クリエイターとして生きていくためのスキルをお伝えしています。以上が本講義の目的と内容になります。そして世界中の方に見ていただいていると思うんですけれども、全講義ですね英語のテロップをつけておりますので、日本語がわからない方もですね安心して学べる環境になっておりますので、安心していただければと思います。私がどうやって動画を作っているのかも含めて、必要な情報をですね、詰め込んだ講義になっておりますので、楽しんで学んでいただければというふうに思ってます。本編の方でまたお会いしましょう。